高岡市の街中の高校に熊が出没しました。今朝、県立高岡高校の中庭で熊1頭が見つかり、およそ1時間にわたってとどまった末、銃で駆除されました。登校時間に重なり混乱した上、高校は休校となりました。中庭の木の茂みから顔を出す1頭の熊。駆けつけた高岡市有害鳥獣捕獲隊が撮影しました。敷地内に入った熊はこちらを通り、この中庭で発見されました。この木ですね。この木で、はい、そこで寝ておりました。警察などによりますと、今日午前7時ごろ、高岡市中川園町の高岡高校で、中庭の木に登っている成獣の熊1頭を警察官が見つけました。今朝は高岡市内で熊の目撃情報が複数あり、警察が警戒していました。最初は午前5時36分、庄川左岸の高岡市能町東、5時45分には野村第四交差点など、合わせて5件の目撃情報が警察に寄せられました。この熊が南に移動し、高岡高校に入り込んだとみられます。高岡高校は高岡市中心部にあり、高岡工芸高校や高岡龍谷高校など複数の学校や住宅が密集する地域です。警察は高校の正門に移動交番車を配置し、安全を確保するとともに警戒に当たりました。そして午前8時20分ごろ、市の有害鳥獣捕獲隊が中庭の木に登っていた熊を銃で駆除しました。親から離れて独り立ちした熊だと思われます。で、迷ってここに来たんじゃないかと思われますので。県によりますと、熊は体長およそ1メートル、体重 39.5 キログラムのオスの成獣でした。本校私、長いあれなんですけども、当然初めてであると。大体こういう市街地に熊が出るということは、全くの想定外がありました。いやー、まさか自分の学校にって感じですね。結構熊が出たっていうニュースは聞きますけど、本当にびっくりしました。どっから来たのかって感じですよね、熊も。熊出没を受け、今朝高岡高校などは登校を見合わせるよう指示し、高岡駅などでは混乱する生徒の姿が見られました。富山やから、あっても仕方ないかなと思ってますけど、まさか高岡で出るとは思ってませんでした。高岡高校は今日は休校し、明日から授業を再開する予定です。高岡龍谷高校と高岡工芸高校は登校時間を遅らせるなどの対応を取りました。